皆さんこんにちは、ジマです。今回の動画はですね、フラグシップ機ニコンの、D6 というこのね大きいカメラの実力を体験した上で、D6 でねポートレート撮ってきたので、いろんな所感であったり、撮影に集中できる本当に優秀な道具だなっていうところを D6 と 58mm の組み合わせのポートレートをね、視点からいろいろ話していこうかなと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ。はい、改めましてジマです。いつもですね動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関するニュースといったものを毎週更新しておりますので、初めての方はぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回はですね、もう先に結論お伝えすると、ポートレートに D6 というこのフラグシップのカメラを使うとすごかったというところをお話します。もうシンプルにやっぱりそれなんですよ。先にお伝えすると、ニコンのフラグシップ機で昨年登場したこの最新型ですね、 D6 というものは、一眼レフのカメラです。ミラーレスではないです。で、 F マウント対応レンズっていうことを、用いるんですね。この 58mm なんかを使うなんかがあって、撮れる写真が正直この今のね、Z マウントのカメラですね、ミラーレスの Z 系統のカメラに比べて、高画質であるかっていうとそういうわけではないんですね。画素数もフラグシップはどちらかというとスピード重視なところがありますので、ある程度程よい、2000万画素台というところになります。で、フラグシップ機としてやっぱりその大事なところというか求められるポイントとしては、一瞬を逃さないというですね、メリットであったり、あとはこの背面のところをですね含めた操作性っていうものがすごくいいんですよね。で、こういった操作のしやすさっていうところで本当に大きく感動した部分っていうところを今回は語っていこうかなと。縦グリップもねすごく人物撮影でも撮りやすかったです。縦グリップはどっちかっていうと個人的に、その超望遠なんかを使ってる時の縦構図の切り替えの時にすごく楽かなっていう風な印象で持ってたんですけども、人物撮影というか、手持ち撮影でもすごく役立つものだなという風に思いましたね。で、今回の、ポートレートの撮影では D6 とですね、この 58mmF1.4 という機材構成ですね、ニコン様から、お借りしている構成で、撮影をしてきました。で、オートフォーカス速度そのものはですね、レンズ側に依存した部分があったんで、この 58mmF1.4 っていう、レンズのオートフォーカス速度に、依存するので、爆速という感じではなかったです。他のね、35mm であったり 20mm という、広角のね、レンズなんかも併用して、撮影しているので、すごくですね、楽しめたものになります。で、この D6 の操作性っていうところはものすごく良くてですね、他のこの D780 とかね、フルサイズ機のようなカメラなんかに比べると、やっぱり背面の、使える領域っていうのが全然違うので、こっちのカメラも撮りやすいは撮りやすいんですけども、なんかもう別次元かなと。なので、撮っていて常にファインダーを覗きながら多くの設定を、カチャカチャカチャと、変えてですね、撮影できるっていったところで、本当に撮影に集中ができるカメラだなという印象です。で、語っていってもね、飽きちゃうかなと思いますのでね、作例なんかも入れておこうかなとは思うんですけども、58mmF1.4 を使った作例にはなります。なので、別のね、動画でもまた述べていこうかなと。このレンズ側にちょっとフォーカスした動画も別でね、撮ろうかなと思うんですが、やっぱりこのレンズはですね、ちょっと癖があると言いますか、F1.4 の、高品質レンズです。どちらかというとラインナップ的にはグレードと言いますかね。で、大体1.4 の開放なんかで撮ると、すごく明瞭度がね、低いような、すごく柔らかい、ふわっとした印象の写真が撮れる、特徴的なレンズなんですけども、その素材としてね、やっぱりある程度、ふわっともできるし、カチッともできるように、ある程度のラインで撮りたいなって言ったところで、F2 前後あたりでですね、撮影を主にしておきました。なので、こちらのね、作品っていうのは、大体 F2 あたりで撮影しているものになります。で、焦点距離的にもね、58mm って、50mm よりちょっと、気持ち長くなる感じなんですけども、すごく使いやすかったですね。違和感なく使えたっていったところです。で、この、ポートレートに D6 を使うと、すごかった話なんですけども、スポーツとか、あとは野鳥、鉄道、飛行機ですね。動くものですよね。比較的速い動きをするであったりとか、不規則な動きをする。被写体への追従っていうのが、すごくこのオートフォーカス性能っていうのがいいので、このカメラ。人物撮影なんかで、そんなにね、
激しく、まあ、ダンサーさんとかやったらとかスポーツでね、あの動かれるんやったら人物でも、まあ、不規則な動きするんですけども、人物のポートレート撮影っていう時に、まあ、比較的その猛烈ダッシュしてっていう話はあんまりないと思いますので、比較的な、まあ、動きとしては穏やか、まあ、余裕でね、あの答えることができるというか、もうオーバースペックやろっていうぐらい、あの簡単に撮ることができます。でこのカメラ自体ですね、 D6 は AFAE 追従で約14コマですね、連写がすごい、カメラです。なので設定にもよるんですけども、最大、200コマまでですね、あの高速連続撮影ができるという馬力があります。でですね、本当に連写がすごすぎて動画みたいになっちゃってるんですけども、ちょっと参考にね、連写時の、画面録画っていうものを撮ってきているので、ちょっとね流しておこうかな。まあ、画面ちょっとね、分かりにくいかもなんですけども、実はコマ送りみたいにカカカカカって動いてるんで、これ全部あのシャッター切ってるタイミングです。そんだけ写真が撮れているというものですね。こういった速度感です。はい。でボタン配置っていうのは、なんか過去にね、まあ、使ってきた機種と、まあ、やっぱり統一感があるんですよね。言ってもニコンなので、まあ、そこまで背面大きくないです。どっちかっていうと、この縦グリップのところに今まで隠れていたとか、ちょっと一手間加えていたショートカットキーが、まあ、そのショートカットキーというか、メニューの項目が増えたと、より使いやすくなった、独立した各機能っていうのが、まあ、この大きい筐体のね背面を生かした、ことによって撮影により集中できたというところです。でも縦グリップですよね。私今これ縦で持ってます。この縦グリップの存在っていうのはポートレートでもやっぱり役立ちました。気持ちとしてやっぱりその三脚なんかに乗せて、超望遠なんかを積んでですね、超望遠に乗っけた状態でこう横と縦を、まあ簡単にね切り替えて撮影するっていうのがイメージとしてあったんですけども、まあ、そのポートレートの撮影でもこの縦グリップっていうのはすごく役立ちました。で持ち方として今までね、私多くの一眼レフっていうのはレンズこう持ってね、本体こう持ってこう撮りながらこういう感じでね縦構図にしてたんですけども、せっかく縦グリップがあるカメラなので、こう撮りながらもうこのままの状態で縦にねグイって切り替えて撮ろうとしてました。その時にちょっと気づいたというか、なんとなく違和感を感じたのは、縦グリップでねこう撮る分には全く問題ないんですけど、この状態でこう横に持ち替えるときに、なんとなくねここが当たるんですよ、縦グリップのところに。であったりとか、あの手がねちょっとやたら狭くなって、まあブレにくくなるかもしれないんですけど、ちょっと私個人的には撮りにくかったと。でどうしたかっていうと、このレンズの持ち方をですねこう持ったんですよね。でこう持つことによってこう横で撮りながら縦に切り替えて撮って、で横に戻してもスムーズに撮れると。でこのグリップのところが当たらないっていうところがありました。これ持ち方として合ってるかどうかっていうのはちょっと微妙なところがあるんですが、個人的にはこの持ち方でね撮るんがすごく楽でした。そうですね。なので結果的にそういったところを踏まえて、撮影スピードであったりとか、まあ、テンポ感っていうものを落とすことなく撮影できたので、本当に撮れ高がすごく上がったというか、いつも以上に、作品というか写真がたくさん撮れると。でこの D6 っていうのは、いろんなまあその細かいねスペックであったり機能っていうものを話していくと、もうめちゃくちゃ盛りだくさんになっちゃうんですけども、まあ、フリック入力ですよね。再生した時のポイポイって上下に送るとかのフリック入力であったり、カスタムメニューが他のカメラに比べると、まあ、圧倒的に充実しているので、例えばポートレートで撮る、風景で撮る、動物で撮るっていったですね、さまざまな被写体別で、まあ、事前にそのカスタムメニューっていうものを登録しておくことができるので、あの本当に気分よく撮影に臨める点も強みの一つかなっていうのは、使っていて感じました。で気になる点としては、まあ多くの方はですね、今の話聞いてて何を当たり前のことを言うてるんやと、それは D6 使えばそうなるわいやという話なんですけども、さっきの私の初回に対してね、うん、やっぱりでもシンプルに素直にやっぱそうなんですよ、やっぱ D6 すげえっていうところです。ただ私自身本当に D6 を使う機会をいただけて、まあ多くの撮影に出向きでですね、いろんな被写体を撮っていて、まあ一貫して感じた点ですよね。一瞬を逃さない。撮影する道具として最高。でかい。っていうところです。はい。で、操作性もすごくいいんでね。で、操作性とかやっぱりカメラのスペック面なんかは、まあ撮影者が、まあ本来の写真撮影に集中できるっていうことはすごくあります。でデータ転送の、まあ、手段がねこのたくさんあるので、まあ、スポーツ撮影なんかで本当あの JPEG 分割記録なんかで、小型のね
小さい JPEG なんかをより早く、まあその納品する、機能であったりとか、まあ堅牢性ですね、すごく厳しいというか難しい厳しい環境でも撮影できるようなといったメリットっていうのはフラッグシップにはたくさんあります。まあ何でもできるお任せくださいっていうカメラなんでね。ただカメラはまあ写真を撮影する道具なので、まあ、D6 を選ぶ人っていうのはどっちかというとまあ大金持ちか、まあ、コストをかけても機材の力で仕事であったり撮影を効率したいっていう方がまあメインになるんじゃないのかなっていうのは使ってて思いました。でまた趣味の撮影を極めたいという方であったりとか、まあその撮影に対していろいろメニューであったりとか設定を細々変えて撮影チャンスを逃してしまうっていうのは本末転倒なので、そういったことにならないように、まあ、撮影に集中できる一瞬を逃さないっていうことをまあすごく特化している、まあ、カメラだなっていうところですね。でまたねこういった形で作例は載せておこうかなとは思うんですけども、いつも以上にですねもう本当に撮る時のストレスっていうものが一切なくて、シンプルにもうその何も考えずにシャッターを押してたら綺麗な写真が撮れるっていうような印象ですし、何か設定変える時でもいつもよりもワンテンポツーテンポ早く終わるから、その分撮影の時間、シャッターを切るファインダーを覗いている時間にその時間を使えるので、いつも以上に巻きで仕事が進んでいくなっていう感じはすごく感じたところがあります。なので撮りやすいんですよねやっぱりね。で具体的にちょっと気になる点を挙げていくと、まあ、分かりやすいところで言うと D6 というか、まあ、フラグシップ機の価格ですよね。であったり、まあ、この大きさですよね、サイズ感。これ今 D6 ですね。横に780置きましょうか。同じフルサイズ、一眼レフなんですけども、まあやっぱりね、縦グリップの分は大きいかなっていうところはあります。で、今ニコンダイレクトの価格でいくと約80万円なんですね。こっちがまあ20万円ちょっとです。なんで3台4台買えますよね。で、量販店価格でいくと70万円と。いうところで D6 は登場して約1年ぐらい経つんですけれども、まあ一応今のところ780が去年の2月ぐらいに出て、その後に出てるんで、一応一番新しい最新の一眼レフカメラです。フラグシップの中でも D5 に続いて D6 が出てるので、まあ次 D7 がね、次のオリンピックに出てくるのかちょっと微妙なところなんですが、まあ価格面はどうしても、まあ、気になってしまうと。いうところで、さらにこの D6 に適したレンズっていうものを求めていくと、その70万80万のカメラに対して3万5万のレンズだと、どうしてもそのレンズ依存で写真の効率っていうのが決まってしまうところがあるので、ボディ側に70万80万出すんであれば、レンズ側も、やっぱり2、30万ぐらいのレンズっていうものは求められるんじゃないのかなと。いうかこだわるべきかなと。せっかくのカメラ本体側の魅力っていうのを最大限に生かすためにも、ですでにですね、まあ第三元レンズですよね、 F2.8 投資のレンズであったりとか、あとは記録メディア周りなんかが、まあ、XQD カードなんか含めてね、すでに所有されているんであれば、その初期投資の予算っていうのは多少楽にはなると思います。でもそれでもね、本体80万でレンズ20万って考えると、ざっくりやっぱ100万円ぐらいの準備予算っていうものは必要になるんじゃないのかなと。で、小型軽量、まあ、高性能なね、Z マウント対応のこういったミラーレスカメラが全盛期の今ですね。これがまあ全盛期の時代に縦横16センチで9センチの、まあ、グリップのところがあるんでね、奥行き9センチのカメラっていうので、もろもろバッテリーであったりとか、まあ、XQD カードを装填する約1.5キロぐらいになるんですよ。 1450g やったかな、 1.5キロぐらいです。あれですよね、ペットボトルの 1.5 キロっていうと、なんでしょう、そのポカリセットとか大きいやつやったらそれぐらいの重量になるんかなと思いますっていうサイズ感です。なので移動も含めてやっぱり重さと大きさっていうのはまあ無視できない点だと思います。ただ撮影対象とか利用頻度によってはですね、 D6 ほどのまあそのフラグシップの高性能がオーバースペック気味として持て余す可能性もあるんですね。私自身その人物撮影でポートレートだけってなるとちょっと持て余す部分はあると思います。まあその人物撮影以外でも
バンバン使えるカメラなので、そのまあポートレートを主軸において使っていて、何かあった時に他の撮影にも全然使える、レンズさえ変えてしまえば何でも撮るような、カメラなので、まあ、そこはねあんまり気にしなくてもなんですけども、コストパフォーマンスの面から考えると、まあ、ちょっとね意識すべき点かなと。なのでいろんな撮影対象でいろんな過酷な環境で、まあ、撮るっていうのがよろしいんじゃないのかなと。なのでメインはやっぱりスポーツであったり野鳥であったり動物であったり動くものですよねを撮っていて、で場面場面で人物を撮るっていうの方が、まあ、その割合といいますか雰囲気的には近いんじゃないのかなという印象です。でですね、とは言ってもっていう話で、この価格が高いことであるとか本体がでかいとかね重いとかいう話を今してるんですけども、それを乗り越えてでも撮影結果、写真の撮れ高で答えてくれるんがフラグシップやなっていうのは使ってて思いました。お財布事情はやっぱ人それぞれなんでね、何とも言えないところはあるんですけども、仕事道具として D6 の恩恵を受ける場面が多いならちょっと勇気いりますけども、ちょっと検討してもええんちゃうっていう推奨するカメラです。なので趣味撮影としての推奨っていうのはちょっとね70-80万なんで、他にもお金使い道あるんちゃうっていうふうに言いたいんですけども、少し気が引けますけども、撮影をやっぱり極めたいとか、もう一生の趣味としてカメラ写真を撮っていくんやっていうふうに決められている方の場合は、もう検討してみる価値あると思います。このカメラ買うことによってやっぱ5年10年ね使い続けることって簡単にできると思いますし、そういったカメラだと思います。でサイズ感なんかのところで言うと、まあ移動なんかはね気になります。確かに重たいですし持っていくの大変なんですけども、車移動が多いとか、まあ、大きいキャリーなんかでね基本移動される方やったら、そこまでいつものねカメラに比べるとちょっと気持ち重くなる。その分なんかアクセサリー類軽くして調整で 700-800g ぐらい軽くしてもらったら、いつもの荷物とトントンぐらいになると思います。あとはもう撮影時の三脚ですね。そういったものが使えるんであれば、意外とこのサイズ感と重さって気にならなかったんですよね。なので人物撮影するときに常に手に持って撮っていると、まあ、1日通して撮っていると結構ね、今日は筋トレになったなっていうふうに思うんですけども、野鳥とか動物を撮るときに三脚をね、使って撮る分には、まあ、何も思わなかったです。もうその大きさとか重さっていうのはもう三脚が、カバーしてくれてるんで、人間側は特に何も思わなかったです。というか、それ以上に撮りやすすぎて、縦でも横でも、連写のスピードでも、オートフォーカス性能でも、撮りやすすぎてですね、もうそんなサイズ感とか気にならない。もう撮る方に、うわ、撮れてる、イエーイみたいな感じでね、そっちの方に神経が持っていかれる感じです。なので私はですね、ジンバル雲台というものに、まあ、D6 と、まあ、200からね、500mm のレンズっていうものを、乗せて、これですね、野鳥を、撮る際はですね、いつもと、まあ、同じ感覚といいますか、こんなに快適に撮れるんであれば、多少の重さは我慢できるよねっていうところが、まあ、心理状況になってました。なので、確かに重たいし、でかいけども、それ以上に、いい写真というか、シャッターチャンスを確実にものにできるので、まあ、我慢できるわというところですね、天秤にかけて。それだけ、やっぱり撮影結果で答えてくれるカメラだなという、まあ、印象です。で、ここでね、まあ、D6 と 58mm の、まあ、組み合わせでね、撮った写真なんかを、まあ、改めて載せつつ、で、1枚ね、右下は、20mm のものを使ってます。58mm ね、ずっと通して撮りたいなと思ってたんですけども、それだけやったらね、ちょっとつまらないというか、せっかく一眼レフはレンズが変えれるカメラなので、いろんなね、まあ、レンズを変えても撮ってみましたので、どっちにしてもやっぱ使いやすいというか、もう安心して撮ることが、まあ、できるカメラですね。で、この改めて結論を、まあ、述べるとですね、やっぱりその日本が誇る光学機器の、まあ、カメラメーカーですね、ニコンという、カメラメーカー、一眼レフの、まあ、ブランドイメージとして一桁台 D6 というものは打ち出しています。フラグシップっていうものはやっぱり撮影する道具として最強なんですよね。他のカメラってその何でしょうね、まあ、その記念写真用であるとか、まあ、そのちょっと踏み込んだ趣味として写真を始めたいっていうところの、まあ、そのコンセプトとして置かれているものが多いんですが、もうこれのコンセプトは一つですよね。プロの期待に応えるカメラっていうところがやっぱりありますので、
その道具として最強なんですよね。で、写真で少なからず利益を得ている方ならば、その長期の視点で見たときに、まあ70万、80万しますけども、購入を検討する価値はあるんじゃないのかなと、本当長期的に見てですよ。ただ、ミラーレス一眼っていうもののフラグシップ機として、Z9 っていうやつがですね、まあ、詳細がまあ年内には出るだろうと、まあ、発売っていうのはこの、そのまあいろんなね、部品の供給不足みたいな問題があったりもするので、難しいかなとは思うんですけども、というか、そんなに急ぐ必要もないかなっていうところがあるんですが、まあ、そのスペック面のね、詳細な公式情報っていうのは年内に出る、まあ、雰囲気があるんで、この D6 というカメラを今すぐ買うっていうのは別に焦らなくていいと思います。状況が落ち着いて Z9 も出て、ある程度この D6 っていうのが、まあ、あんまフラグシップは価格下がらないんですけど、情報が落ち着いたタイミングでいろんなものを比較検討できるようになった後に、よし、これでも D6 が欲しいなと思うから買おうっていう、費用対効果を意識した購入がいいかなと思います。私もですね、まあ、Z9 というものが正式にね、いろいろ情報が出てくる前に、まあ、この D6 っていう一眼レフ側のね、フラグシップ機っていうのがどの程度のものなのかっていうのを本格的に、一定の期間をですね、お時間いただいて使い倒しさせてもらってからの分かったことになります。で、やっぱりサイズ、重さっていうのは確かに気にはなるんですけども、それ以上に撮影の、まあ、結果っていうところですね、撮れ高っていうところが、まあそのカバーしてくれるので、まあ、それ以上の写真を撮る、撮影をするっていったところにもう特化した。で、縦グリップもね、まあ、活かした撮影であったりとか、まあ、各メニューっていうものが独立していてですね、操作できるっていうところも、やっぱり刺激的というか、衝撃的というか、インパクト大きかったです。で、ファインダー内をもう常に覗きながら、いろんなメニューをガチャガチャ変えて、もうどんどん話が進んでいくというか、撮影が進んでいく。もう時間をお金で買ったなっていうのは本当にわかりやすくて、そういったところを天秤にかけて、このカメラを、というか、まあ、フラグシップのクラスっていうものをですね、まあ、D500 も含めて、まあ、検討するっていうのはありかなというふうに思います。で、意外とまあ、三脚をね、利用してもらって、車移動が多いんであれば、そういったものは慣れるというか、まあ、カメラってこれぐらいのサイズ感かな、みたいな、ちょっと感覚まひると思いますし、まあ、撮れる結果で、まあ、重たいし大変やけど、まあ、身軽に行きたいときはこういうカメラで行くよ、確かに。でも、やっぱりしっかり撮りたいときはこっちで行くっていう、まあ、使い分けなんかをね、してもらえるのもいいかなと。で、この D6 のまあポートレートの話に戻ると、やっぱりまあ最終的にね、相性がいいっていうことをまあ強調しておきたいかなと。常にファインダーを覗きながら集中して撮影機会をいつも以上に逃すことなく、撮れるフラグシップのカメラです。なので、そうですね。人物撮影でそこまで連写するかっていうと、まあそんなに機会ないとは思うんですが、こういったね、撮り方もできるとは思うんですけども、もうシンプルに、ここのシーンは絶対っていう時は、っていうね、撮り方をしてもらうのもありだと思います。その連写っていうものがいいか悪いかっていうと、まああんまり推奨はされていないところはあります。ただどうしてもその撮影機会を確実に狙うっていう場合は、機材のね、連写の力に頼るのをありだと思います。その後、まあ、残すその写真をいっぱい10枚20枚撮った中から同じショットというか同じ構図シーンであれば、まあ、残すのって1枚2枚やとは思うんですけども、そうですね、その徹底的な一瞬の瞬間を逃さないっていうのは大事だと思います。撮れ高が抜群に上がりますし、このカメラを使って撮っているっていうね、まあ、機材の力を借りてはいるところは強いんですけども、もう安心感と撮っていて自信がシンプルに持てるんですよね。 D6 で撮れんもんないわっていう。で、これで撮れへんのやったらもう明らかに自分が使い方間違ってるというか、自分の力が追いついていないと、もう割り切ってしまえるので、なので目に見える形という恩恵ではないんですけども、必ずそういった精神面の、余裕っていうのは撮影の、まあ、プラスに働くだろうなっていうのは実感しました。で、商業撮影なんかで、まあ、人物を撮る機会がある方なのであれば、まあそうですね、D6 を一日中持ち歩いての撮影っていうのは正直筋トレになります。私自身もいつも以上にすごく、パワーを使いました。ただ、室内撮りなんかであれば、基本ね、ちょっと置くスペースも余裕ありますし、その、盗難はされないようにしてくださいね。置くスペースなんかは余裕ありますし、まあ三脚なんかでね、まあ、使って、まあ撮ることができるので、まあぜひ進めたいかなと。
で、私自身このね 58mm という、まあ、大口径のレンズですよね、 F1.4 の大口径レンズ、かつ、まあ、少しね開放付近では、まあ、フリンジが出たりであったりとか、描写がものすごく、柔らかくなるっていう特徴ある癖のある、まあ、レンズとの組み合わせでポートレートを撮ることを、まあ、楽しめましたし、機材の違いっていうものを、まあ、再認識した、まあ、体験になりました。カメラ側のボディのね D6 の凄さもすごく分かったし、 1.4 かつこの 58mm の独特の癖のあるねそのレンズの、まあ、味っていうのも楽しめました。で、まあ、発売から約1年経ってます、この D6 っていうのは。で、別動画でもまあお伝え済みなので、細かいそのスペックとか何ができるっていう機能のところは、まあ、今回ね、あの割愛させてもらって D6 でポートレートを撮ったシンプルな一人の人間としての感想っていうものをお伝えさせてもらっているので、もう改めて言うと、最高最強と言い切れるカメラです。で、確かに気になる点はあるし、オーバースペック気味な場面っていうのはあったりするけども、価格に納得できるカメラ。で、そのオーバースペック気味にせずに使い倒せるっていう自信がある方は、ぜひですね、まあ、その購入というか導入を検討されるといいかなと思いますし、その一方で Z9 っていうニコンがミラーレス一眼のフラグシップ機をどういった仕様で出してくるのかっていうのもより一層興味が出てきたかなというところでございます。今回はですね、 D6 というこのカメラを使って 58mm との組み合わせであったり、 20mm であったり 35mm のような他の、まあ、単焦点のレンズなんかと組み合わせてですね、ポートレート撮影を撮った、初感といいますか、まあ、お話をさせていただきました。毎週ですね、こういった形でカメラとか、撮影に関する話を投稿しておりますので、初めての方はぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。